ります。手ぐらいは動かせる。足はなんか、とにかく三半規管がやられてる感じが。いやーなんかほんと去年っていうか、春先までの状態に逆戻りですよ、これ。新城の時もなんか、ダブルだったんですけど、一周目の最後の方に、これに近い状態になって、もう下りが危なくて、下れなくなって、それでもやめたんですよね、その時は。コントロールできない。コントロールできなくて、足が引っかかりまくって。そうそうそう、思い出した。思い出したくないことを思い出します。練習でそうなることってある？ない。ほぼない。さっきは走ってるからね。そうですね。さっきは走ってるから。しょうがないっちゃしょうがないですけど。今の5キロしますね。この広場の周り走ってきていいですよ、ちょっと。そう、岩谷さんが元気すぎたら、コンビニで、なんか買ってきてもらってその間に先に進もうかなとかいろいろそう戦略を考えてはいたんですけど、その戦略を出すところまでまだ全然いかない。耳が右耳だけですね、今は気持ち悪い。そうです、右です。あ、了解です。トイレあるんだ。手前にもあったって、ここから長い林道が、長いって言ってもまあこっちこっち。ここ登る感じ。ここから登ります。イノシシ出没注意。めっちゃイノシシそうだな、こうやって見ると。そんな里山いるんだね。なんか、それこそ肌戸の方から猿が来たらしいっていう話を朝してて。そう。なんか片手がなんかないお猿さんらしくて。事故かなんかで。そうそう。肌戸から来る。すごいよ。山越えてきたのかな。そう。やばい。登り。力が入んなくなった。ストック持ってきた？いや、ストックは持ってきてない。ストックは持ってきてないけど、そうね。そうだね。このコースはあってもいいね。全然。宣言山舐めてたわ。いや、舐めてたっていうか、本当一周目のコントロールの失敗が、全部、後引いてる感じだ。上がっちゃうと、そう、もう本当に体温が、ね、体温が全然下がんないね。それがね、そうなんですよ。思った以上に去年急だったっけ。いや、最初の階段でマジなんか終わったかも本当に。やってしまった。ビギビギが。立ってこない。そうです。気持ち悪い。よし。なんかブツブツと、興奮しなくつぶやいてしまった。よいしょ。全く走れない人。ここは普通に暑いの。結構、角あるね。まあそうですね。ちょっと人、だらかになるから。はい。3周目も一応さっき歩いたから、ここは。あ、2周目か。いくたでもこのぐらいがあるんじゃない。いくたは全部これ返したね、中で。残りは、そうね。それを走ってるでしょ皆さんは。皆さんは。あなた様も。いや、自分は最近あんま行ってないから。いくたはもうわざわざ行かなくなっちゃった。裏に山がありますからね。電車で行くと始発でも間に合わないんですよね、意外と。車で行くのもなんかちょっと微妙だし。一緒に走ってる？いや、まだ1回だけこの間ヤビツにまさしさんのやってる練習に行ったらいらっしゃったなと思って、やばい、酸素が
多分三半規管っていうかそのあれですね、自律神経がバグってるっていうか呼吸筋がうまく動いてないかもしれない。まあ歩けはするから歩きます。岩谷さんのライト多分広いですね。違うか、すいません、前さんのかなんか白いのか、こっちがこれ腰のにフィルター入れてる。ああそれか、それか、なんか変な色が後ろから呼吸ぐらい、いやいや幻覚かと思ったし、なんかあんだっけこの上に、4回目の双子山展望台、一応毎回登ってるから登っておこう。そこに双子山の看板が、かわいい。それそれ。2000もねえわ。2000あったら、年かなと思ってできた。ああ、なるほど。でもあれ2079じゃないの。高山病なのも分かる。ちょっとちょっと休憩。ああやば。あ夜景が綺麗だ。でもあれはどこが見えてんですかね。なんだろう。どっち側なんだろうな。よく分かんねえな。来た。あそこにそこにあれがある。来たってことはあれか。八景島。だそうです。ここから北に八景島があるの？真正面がスカイツリーだ。ああ。あやばい釣りそう。ダメだ。もうふくらはぎがあれですね、泥じゃないんだこれ、塩だ、塩塩だ、塩なやばいな、出てきてるすごいな、出てきてるの乾いて、いやいやいや、それは何ですかね、電波塔なのかな。そうね、ここまで1時間8分か、6キロで1周目とか4、50分ぐらいで来てたような気がしますけどね、はぁ、あの頃は元気だったのにな。100マイルの時大体思わない。あの30キロぐらいの時に。そうですね。ループだとそう思う。過去のさ、小海とかだとさ。さあ、映像に着きました。ボロボロだけど。ここまで4時間。ああ、お疲れ様でーす。お疲れ様で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 す。何いたしますか。あれば。ゴミを捨てたいなと思ったんですけど、無理。いいよ。いいっすか。すごい綺麗。ありがとうございます。肉まんもよかったら。限定で肉まんがあります。まだあったかいかもしれない。こちらに。食べたいかも。すげえ。確かに。何か必要なものがあれば。何がいいんだろう。あ、でも乳麺これあったかいやつですか。乳麺、半あったかいです。半あったかいです。熱すぎない。あ、じゃあ熱すぎない。いただきます。はい、乳麺。あ、でもうどんのつゆもいいかもしれない。なんかもう脱水で死んでるんで。あ、そう、確かに。うどんつゆも乳麺って、ちなみにいまいちよくわかってない。うどんとは違うんですか。うどんとは違うんですね。違う。まあ、乳だから新しい。昔からありますよ。いやいやいや、そんな温故知新ですよ。淡々としてる感じですよ。いや、もうぶつぶれてますよ。ダオ君の割には頑張ってるね。頑張ってる。死にかけてます。眠気が来てるんですか。いや、脱水。脱水ですね。脱水でも足動かない。脱水なら脱水だと思う。どんつゆ、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 もっと入れる？余裕渡井さんじゃあ今いただいてます。じゃあ渡井さんは、僕はじゃあ何も、いやーしんどいな。はい、ありがとうございます。チャイでタレさん何？乳麺食べてる。乳麺、乳麺、乳麺。はい、熟成バナナ、これを言う。熟成バナナ、これも入ってると思う。なんかね、結構バナナに味噌つけて食べてる人とか。マジですか。それ何かと間違えてんじゃないですか。見えてないんだ。肉まんもありますよ。ステッカーはいかがですか。マジで、そう、本当にあのしてやった。そう、バナナ味噌っていうんですよね。バナナ味噌マジでうまいです。こっちのステッカーもあります。拾わなくていいですからね。お疲れのところね。本当に一人ごとなんで僕ら。ステッカーめっちゃ、めっちゃあっち、これ。
これがだし、これだし、これだし。ありがとうございます。いただきます。ゆかりさんのだし。使ってください。いいですか。はい、入麺でーす。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、すみません、すみません。岩田さん、どうぞ。あ、どうぞ、僕大丈夫です。先に一回座るとあれだね、座ることに抵抗なくなる。いやいやいや、時間もいっぱいあるね。何で座ったんだっけ。単純座れます。すみません、ありがとうございます。どうぞ。次の人が来るわよ。だいぶ来ないじゃない。だいぶ来ないよね。そうだよ、次はさすがに。これいいよ。でも30分もすれば来るかもしれない。そうですね。じゃあライト30分からライト入る。入って入って。あ、ほら取れるじゃん。すごいすごい、いいねいいね。いいですね。これは奇跡です。申し訳ない。全然撮れないです。いや、撮れるでしょ。カメラマンにライティングをさせるとかにしてます。眩しい。しつけてないよね。大丈夫。これいけますよ。これ今なしになっちゃった。だから暗いところで、暗いところで。指導してる。もう一個ライトある。はい、ライト、はい。申し訳ないです。あとさ、みんな。ならない。ダメだ、僕のしょぼすぎるんで。トップランナーなのに捨て替える人。ステッカーいる？ステッカーいる人いる？タレさんのバッグにいる。タレさん持ってく？ステッカーね。ね。他ね。他なんか取っていただいてもいいですか？僕コーラとかカルピスとか。甘酒飲むのはいいと思うんです。甘酒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 。どうする？甘酒で。どう取る？あ、何でも入った。甘酒入りました。ありがとうございます。めっちゃ食べちゃう。ガンジュ。ガンク座れる？写真撮ってくださいな。国立競技場で長垂さん、岩垂さんと混ざっちゃった。岩垂さんと長尾さんの区別がつかなかった。私が取ります。ちょっと明日から長垂さんで。長垂です。いいじゃない。今暗かったじゃん。今ほら手が入っちゃう。それで押した気がするんだけど、これ戻らなくなった。戻らなくなりました。すいません。あ、全然これで大丈夫です。大丈夫です。でもシャウカーが取った方がいいんじゃないですか。行きますよ。あ、ほら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 。あ、今危ない危ない。違うものを押したよ。危ない。行きますよ。はい、笑顔で。はい。最高。よかった。これはよかった。年賀状にしてください。あ、これ全部ノーデイメイク。え？いや違う。これは。何、味噌汁が欲しかった。山並トレイルっていうのを走ってる集団で我々やってまして、はい、でいつからか波トレイルとされてたら、ありがとうございます。元気出してください。愛さんっていう人がサインが入ってるんですよ。あ、そうなの、うん、ラーメンみたいな。何か必要ですか。いや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 。何エイドって言えばいいのかなと。波エイド。波エイド。中に何か書かれてますよね。これ神田さんに書いてもらって。そうそう。ベロベロに酔っ払って。書かれた。いや、もうこれは書いてもらって。同じ。おでことかにも書いてもらって。シャオさん、これ全部同じ。全部じゃない、たまに当たり外れで。どういうこと。ピザアンマンがあります。なるほど。外れはアンマンの。そこはね、誰かの好みです。これね、絶対ピザよ、これ。なんかオレンジ色っぽいもん、ほら。あ、ぽい。ぽいでしょ。ピザ1個。ピザ1個来ました。肉まんだよ。肉まん。勝てなくてみる。何か本当に必要なものがあれば。肉まん欲しい人。そうだとか。ありがとうございます。大丈夫ですか。自分は大丈夫です。弱ってますね、今日は。なんか暑いっすね、こっち。ゆっくり行ってください。暑いんですよ。あ、そうですよね。そうですね。やっぱ暑いと思う。風強いですか。でも爽やかだよ。まあ見た目は爽やかですよ。爽やか。とりあえず下まで降りて。持ってきました。もうちょっと良かったです。ちょっとしたら。もう降りて、もう一回あれですね。ロード走ったらもう一回行ってみたいな感じですね。まあ何周目ですか。1周目です。もう1周です。もう1周行けば終わりなんですけど、その1周がな果てしなくそうです。時間はいっぱいあるから。だってまだよ。すみません、ありがとうございます。美味しいもの用意しておくから。ありがとうございました。そうだよね、もう1回来れる。楽しんできてください。時間遅れから、そんな感じ。10時間。じゃあありがとうございました。頑張ってください。
こっちよ。こっちだよ。こっちですよ。あ、こっち？こっちこっち。どっち？こっちで。こっちで。こっちです。こっちです。良い夜を。良い夜を。さっき滑落しそうになってなかった。全然違う。良い夜を。頑張って。ありがとうございました。よいしょ。なんか暗いと思ったあれか、ライトか。エイドにかれこれ今の間で8分くらい滞在してた録画時間でわかる、おレッドレンジャーレッドレンジャーだ。忘れて持って帰って帰りそうの飛び石パート、飛び石パート。ああ、だいたい終わりましたかね。あの橋のところで多分終わりだったと思います。いや疲れた。なんか神経使いますね。うん。ありがとう、長かった。変な筋肉がまた酷使された気がする。バランスを保つのがすごい。なんかこの辺も怖いですね。板。ね、バキッと。本当、木は滑りそうで怖い。このコース全然覚えられる気がしない。本当。走ったとかまで。まあそうね、GPX がないとちょっとやっぱり。あってもさ、あれって。うん。まあでもなんか間違いやすい分岐とかは大体覚えたかな。あすごいね、まあ、3回も来てれば。逆回りは多分もう一生覚えられないと思う。よいしょ、このラップが、もうすぐ25キロ。4時間40分だから、まああと7、8キロ。1時間で行って5時間40分、50分ぐらいか。あ、そんなもんか。うん、まあもう1250登ってるから、登りはもうあと100ちょっとぐらいな気がするけど。トータルの行動時間が18時間6分、125キロ。累積標高5730、もう十分登ったんじゃないあ、平均心拍135まで下がってきたね。もう上がんないよ。よし、さあまずはこの週はあと2時間切れるぐらい。ああ足が痛い。あ、4周目、5時間45分ぐらいですか ?46分。38分、はい。ちょっとトイレ寄ってから行きますね。うん、もう曲がったところにあるんで。駐車場はそこなんですよね。この裏、この建物の裏には。まあでも嫌いはいいかな、もう。うん。乾いちゃった。汗臭いけど。着替えなくてもいいから。全然見てなかった。本当ですか？危ない危ない。よし。時間50分弱ぐらいか。うん。はい。ちょっとトイレ。あ、お疲れ様です。5回目の双子山。5周目1時間20。6分。ああ、1
シルメのなんか倍くらいかかってる気がするんだ。本当？なんか私気分的にはなんかあっという間に着いた。あっという間。さっきよりなんか調子良さそうで。まあまあ、うん、ゆっくりですけど動き続けてるっていうだけで、あとはオーバーヒートはまだしてない、ね。さっきやばかったですけど。これはちょっとやばかった。最後の見納めですよ。もういいかな。もういいかな。5回見たからもういいかな。あ、レンズめっちゃ曇ってる。ガスガス。結構ガス出てんのかな。なんだこんな曇ってんだ。ウエストベルトがあれしてるのか。そうか。熱で曇っちゃってるのか。温度差か。よし。じゃあ行きますか。もうここに用はない。あ、結構濡れてんな。あ、やばい。今のところすごい疲れた。もう上りの動きで体が固まっちゃった感じ。あとから5周目2時間40分で畑山からのまあ嫌な感じのトレイル終わってやっと降りてきた。 12.6 キロで800アップだからもう半分ぐらい終わりましたね、もうね。うん、暗証性能のテストをなんかやっぱ綺麗に映ってるよな。うん、もう20キロないですね。ってことはだいたい140キロぐらい走ったってことだ。いや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 、なんかあれですね、今回ばかりはしばらく100マイルいいかなって今思ってますね。しばらくないんで。いやー、まあどうせ次はどうやどう攻略しようかってことばっかり考えてみましたかった。何がうまく進められるか。まあでも今回は本当にあれですね、湿気が強くて、とにかく体からオーバーヒートしてるのにもっと早く気づけなかったのが良くなかった。まあ気づいてたけどもう手遅れでしたね。しないけどね。さすがに、まあでもしたらあれかもね、復活したかもね、その時点で、もしかしたら。うん、いや、もっとほんとキンキンに冷やせばよかった。早い段階であの、ロックアイスとかをここにさ、縛り付けてさ、うん、そうだね。つけて走ったりしてもよかったかなって今になって、そう、思っております。アイスバンダナまではさすがに持ってきてないけどさ。まあでも手拭いに包んでここに巻いとくとかでもね、うん、ありだったなって。いや、まさかこんな4周目に入ってあんなに脱水症状に悩まされると思わない。湿度でね、もう温度ってどうぐらいいいの？冷やせばいいのかな？いやあ、まあ冷やしてあげるのがでも一番いいでしょうね、多分。熱がこもってる感じは、まあ外から冷やすのと内から冷やすのとしか思いつかないですね。結局自分の体で体温調整がうまくできなくなっちゃうわけじゃないですか。汗が乾かないから。もう強制的に冷やしてあげるしかないかなって。はあ、今日最後の、この恐ろしい橋。下は川、沢です。よいしょ。ちょっと今トイレに行ってる間に、先に行かせてもらってます。はあ、のんびり進んでいきます。まあ、夜一人でこうやって走る時間も、まあ、あってもいいですよね。ずっと今日はね、あの暗い時間は岩谷さんと舞さんに走ってもらったから。よいしょ。ちなみに岩谷さんが今年のレイクビア5位で、舞さんはレイクビア、女性2位ですね。レイクビアコンビでした。どんな二人なのかってね、説明してなかったかもしれない。いやー、あと3時間ぐらいで終わりかな。今この5周目ちょうど今3時間です。 14.5 キロで840アップ。まあ
累積はもう半分以上取ってるから、まあ、3時間かかんないぐらいかもしれないですね。5時間台で行けたら万々歳だけど、どうでしょう。まあ、後半のロードがどれくらい走れるか次第かな。はい、よし、頑張ります。最後までよし、行けそうでよかった。これを完走すると13本目の100マイル完走っていうことになります。まあ、草100マイルとかグループランとかあとはレース全部合わせて13本目です。はい、もう周辺最後の大口山、3時間51分、そして風がすごい寒い。寒い。寒いですけど、まあでも体が冷えて気持ちがいいと言ったらいいもうなんかいくら寒くなってくれてもいいやっていう、寒い方が元気に走れそうな気がする。まあ言っても風が吹いてやっと体感温度10度ぐらいな感じがするけど、気温は多分15度近くある気がする。あー、風が強っ。結構寒いね。今のロード風強そうだね。あー、そうだね、やだな。よいしょ、頑張ろう。よいしょ、5回目の大津山山頂。あー、ああ、長かった。エイドはそこ降りたとこでしたっけ。うん、ああ、え、うん、大丈夫です。うん、ああ、きつい。ああ、けど、ああ、疲れた。疲れました。ラストラップ。ラストラップ。やっぱさっき来た時椅子が広げられてますね。あ、また来た。なんか食べれるなら食べ物出します。全然眠そう。コーヒー、チャイがありません。あ、なんと、なんと。じゃあ、甘酒をいただいてもいいですか。甘酒。はい、甘酒。ありがとうございます。はい、甘酒お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、いただきまーす。これ飲んだら行くか。雨が止んでからしばらく出たからね。そうさまです。どうぞどうぞ。はい、もう先に歩いてようかな。なんかもう、どうしていつも寝てました。いや、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい。あ、本当だ。ここまで4時間36分、はあ、あとまあもう2時間はかかんないですよね。1時間半、2時間ぐらいかかるかな。2時間弱ぐらいですかね。6時間半ぐらいかな、この一周は。ああ、最初の1周目の2倍に近い時間がかかる。ついに明るくなってきました。最後の山に間もなく入りました。お、お疲れー。最後です。はい、頑張ってください。あそこの信号を渡ればいいね。これ誰、あれ、あれ誰だったんだろう。あれもしかしてトップでゴールした、あれ違うか、あんなちょっと出たよりじゃなかったな。
ここです。もうここまで走ったからもう大丈夫です。ちょっともうここプッシュしてもなんかあんまり意味なさそうなんで。疲れたな。今以上に疲れた。今25時間か。25時間半ぐらいかな、なんとなく。30分ぐらいだっけ、ここから。そうね。まあ2キロ、ただの2キロじゃないからなんかね。壁登って壁を降りるみたいな。最後に階段が。もう怪我だけしないで。はい。あそこでこけなければ今日はもう。そう。ちょっと右の膝が怪しかったけど、立ち止まれば痛くないから大丈夫だな。よいしょ。やっとこの時間になって体温が下がった。37.47。下がってますね。やっぱ具合が良くなってきて、体の中がなんか炎症が収まったみたいな感じです。あ、いや、深部体温だから、そうね、37度ぐらいのことが多いかな。何もしてなければ。まあ、運動してても、できるだけ平時の体温に近い方が、体は多分リラックスしてる状態なんだと思われます。上がんないもんなんだね。上がんないっすね。まあ、もっとやっぱ高強度じゃないと。いや、今日はでももっと深部体温をちゃんと序盤から見て、もっと落とす際、しばらく映像でゆっくりした方が良かったな。よいしょ。まあ、仕方ない。今更行っても。今手元で158.1 ってことはちょうど100マイル行くか行かないかぐらいかな。ちょっと足りなかったりして。カロスは逆にもう行ってたんですけどね。あ、ほんと？まあなんかそのカロスの 3D 距離ってやつの方が距離が伸びやすいのかな、もしかしたら。うん。累積はでも、ガーミンだと今7074だから、まあまあ、そんなもんかって感じですね。時間は今25時間12分。平均ペースキロ9分34で、平均心拍は130です。低い。はぁ、あ。新越の時よりも13ぐらい低いね。全然ちゃんと走れなかった。よし、おしまい。これ尾根コースに入ります。ラストスパート。最後の最後だいぶ疲れちゃいました。ちょうど走りすぎたね。まあ山の中はそんなに頑張ってもタイム変わんないけど、まあ、ロードのキロ10秒、20秒は大きいからね、頑張りました。はぁ、あ。まあ、ちょっと、ナワーベールの、リアクティブライティングの、ミドルモードですね。十分明るいけど、ハイにすると、こんな感じ。すごいね。まあ、もう残りわずかだから、てかもう明るいけど、ちょっとこのハイにして、走ってみようかなと思います。フィルターとかないけど結構黄色いね。よし。まあ晴れてはいないけどっていう感じかな。まあでも、うん、まあ雨が降ってたことを思えばだいぶね。風がちょっと止んでくれると嬉しいけど、砂浜は寒そう。ちょっと、まあでも今日もまた20度ぐらいまで上がるんでしょ、確か。野
んびりしてるにはいいかもしれない。あ、なんかでももう疲れちゃったな、ほんと。戻ったら早く帰りたくなるかもしれない。寝たらいい。あ、そうだね、ちょっと寝た方がいいね、とりあえずは。確かに。よし、確か違ったかな。こっからはあそこは見えるのかな。あ、見えますね。うん、いや見えないか、ちょうど影になってるけど、でもなんかライトが見える。一番目に帰ってきた人はサブ24でしたかな。いや、サブ24、サブ24したかったな。サブ24っていうのはダサいですか、サブ24の方がいいですか。サブ3とは言わないもんね。いや、潰れてなければ5時間5時間で回せばいいやぐらい思ったんですけどね。なかなかうまくいかないもんだ。そうそう、後からね、下を振り返るとそうなんだけどね。まあやっぱでも早かったんだな、1周目が、と2周目が。なんか興味の感覚ぐらいだから大丈夫だろうぐらいに思ってました。まあ4時間切るか切らないかぐらいですよね、みんな。ちょっと興味とはコースの難易度というか、いろいろ違った、まあ、特に蒸しやすさ、条件ですね、気象条件が違いすぎた。よし、多分あの辺だと思います。あ、じゃあ最後の展望台でございます。ライトが邪魔だ。イエーイ。あんまり高いところ感ないですけど、 124m しかないもんね。やった、あとは降りて大割り、はい。ああ、ちょうど6時間6時間3分ぐらいかな、5分ぐらいか。はい、悪くなかった。6時間半も全然かからなかった。まあでもローダー歩いたりしてたらかかってましたね、多分ね。あ、うん、って考えると、まあ最後ちょっと頑張ってよかったなと。いやー、なんか潰れて完走した100マイルって初めてかもしれないです、実は。 あんまりあのこの競技やってて言うと怒られるけど、辛いの好きじゃないんで。気持ちよく走り切りたいんですよ。まあでもこれはこれで、まあ悪くないとは言えないな。ただただつらかった。まあでも2人のおかげでだいぶ楽しく走れた。ありがとうございました。いや、前の1巻の時も結構大変だったんじゃない？ああ、あれか、エチオピアトレインの時か。そう、確かにあれは確かにね、そうだね。あれ以上辛い100マイルはないって、なんか、感想を述べた気がする。いや、でも、そうだね。麻婆豆腐。ああ、同じぐらいといえば同じぐらいなんだ。ただ、あの時の方が、最初の、なんだ、ふもとって何時間ぐらいでしたっけ？ふもと5時間。そうですよね。だってそこでもう、あの、やられてたんで、それから17時間、18時間19時間ぐらいずっと辛かったって考えたら、あの時の方が辛かったかもしれない。今回は歩いてる時間長かった。そう、今回は最後の11時間ぐらい。そうそう、うん、あれ、あの年しかもあれじゃなかったっけ、
あ、コース変更でしたね。そう、そうです、そうです。終わりかと思ったらまた登ってるんですよ。2つあったね。そうだから、あの年は本当につらかった。走らされて、また走らされて、全部田中さんと萩さんに鬼引きされたから。まあでも、まあ一人だったらやめてましたね、絶対。いや、本当弱い人間ですよ。いや、まあでも、だいぶ泣き言ばっか言ってましたけど、感想したもん勝ちだから。そう、やったぜ。やりましたと。まあこれでちょっとね、やっぱ4周でやめてたらもう、うん、あれだね、一生ちょっと遊んでもらえなかったかもしれない。いや、いいから、そんなことないけど、そんなことないけど、ちょっと不完全燃焼でも。そうだよね。まあ多分その後の未来を考えたら、多分野良ペーサーとか、もう一周行きませんかとか、そういう未来があったかもしれない。誰かペーサーいない人にくっついてて、ないか。それはそれね、自分の中で。そうだね、まあ、結局自分が決めることだから、最後は。と思ってるけど、なんか数々のこう、なんだ、もう行けないって言ってるのに送り出される人を見てきてるから。なんか今日はでもちょっとその空気を感じましたよ。行けない時もっとやばいって。まあそうですよね、動いてましたもんね、一応で。いやでも、あの脱水でなんか自律神経バグってた時間帯は本当やばかったです、あれ、うん、あれはちょっともう、そう、もう滑落して本当に大怪我するかもしれなかったんで、本当にやめようかと思ってました、あの時は。やばかった。まあでも治ったから。何度戻ってくるの、筋力的に終わったとか、体力的に本当に終わってなければ。そうですね、戻ってくるから。うん、なんか山手で戻ってきて、もっと程度でゆっくり来るのかなと思ってた。ああ、意外とパクッと出ようってことがあって。あ、まあそうだね、別にあそこにいても何もすることないから。だったらとりあえず進んだ方が早く終わるかなっていう。ただそれだけですよ。まあでもだいぶ17分ぐらいだっけ、いた自分の中では結構長い方だけどね。まあでも確かに、あのセイミヤさんも20分、30分と去年の富士はいましたもん、多分ね、下手したら。それ考えたら、あれか、そんな大したことない。降りてまいりました。はあ、最後の鳥居をくぐって。ありがとうございます。いやー、久しぶりに辛い100マイルだった。でも走り切れたから OK です。今6時間5分ですね。今 159.5km だから、あと 500m あるかな、ちょっとないぐらいかもしれない。ぴったりぐらいにしたいです。500ないか。いや、 159.5m なんですよ。あ、159. あれか、 500か 500m。やっと終わった。いや、潰れましたよ。完全に。あ、次郎さん。お疲れさん。あ、ケンタロウさん。いや、すごい。間違えたらよかった。ありがとうございます。いや、しんどかった。あれ、4週終わりですよね。うん。あ、お疲れ様、ありがとうございました。いや、疲れたよ。健太郎さん、健太郎さん、潰れました。潰れました。潰れたけど、なんとか帰ってきました。いやいやいや、もう最後6時間するぐらい。あ、きつかった。飯とか食えてますか？
すげえ。これは素晴らしい。食えてれば大丈夫ですか。あ、軽くなるし。お疲れ様でした。お疲れ様でした。飲み物に寄ってる間に何時間、何時間ぐらいでした。何時間、何時間、あ、すごい。惜しいといえば惜しい。おめでとうございます。いや、乾燥したから OK、 OK です、 OK です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。どうも、きつかった。きつかった。潰れましたよ。ありがとうございます。これはこれは、あの、新越で覚えました。ここを隠さないようにちゃんとあげろって。ありがとうございました。潰れましたよ、本当に。何番目ですか。3番目ぐらいですか。3番目ですね。はい、2人です。ありがとうございます。あと 100m で100マイルなんだけどな。 100m で走ってきた。誰か時計つけて走ってきてください。ボールキップ、ボールテープ、ボールテープ。これをじゃあこう、こう持ってこうですね。ちゃんと伸ばした方がいいんだ。伸ばした方がいい。千元山、いや、最高でした。最高にきつかった。あ、最高に、あ、ありがとうございます。石山さんが、あ、そうそう、もっともっともっと寄ってくれた。千元山。ありがとうございます。ありがとうございました。よかったらゴール取っていただければ。新越の時うまく取れなかったんで、あのなんだっけ、あのマットの坂あるじゃないですか。ああ、そこで、あそこのとこだって。お疲れ様です。これからですもんね。そうっすね。いや、このコースマジきつい。一回、一回みんな走った方がいい。いや、あのペーサーぐらいがちょうどいいです。2周でだいぶお腹いっぱい。2周でお腹いっぱいですか。いや、思った以上に足に来たよ。そう、でも本当に2周終わった時点で、おお、ナミネムさん、あ、ナミネムさん、そう、2周終わって2周でよかったなって。なんだけど、2人辞めたんだよ。あ、そうなの。高橋さんは俺と会う前に辞め、バンビも5キロで辞めちゃったから。あ、そうなの。俺どうしたらいいのかが今ずっと分かんないまま今ここにいるんだけど。マジか、そうですか。一緒に走ってきたらいいですか。いやいやいや、もうお腹いっぱいだな。ちょっとあと 100m なんで、ちょっと本当に。じゃあ、あと100で100マイル、100マイル。あ、でも海の方行きましょうよ、これ。おりゃー、鳥が浮かんでんのは あの辺じゃないの。違う、そうだよね。あ、100マイルになりました。よっしゃー、潰れたけど完走したぞ。久しぶりに。いや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 、飛び込みたいけどさすがにちょっと寒い。そうだね。アイシングぐらいは、ね、あ。カメラ待ってくれてるよ。え、おお。こう普通にしてるね。ですよね。いやいや、マジで疲れました。まあでも良かったんじゃない。ああ、ありがとうございます。ゴイマルが受け取れるみたいな。お久しぶりです。ありがとうございます。やった、嬉しい。いやー、これは嬉しい。千元山100、いや、おしゃれ。
これあれじゃないですか。え、顔に寄せてなんか空を映すっていうなんかね。そうなんだ。そう、空にここの枠の中にこの日の空をこう収めて。そうそう。はい。あっち見て。あっち。よっしゃ。はい、ありがとうございます。いや本当に疲れた。かっこいいかもしれない。うわ。今消えちゃった。おお、かっこいい。メダルだけを取ります。メダルだけを。あ、いいわ。いいね。かっこいい。あの辺の層とかなんか今回っぽい感じですね。あうん、立ち込めてみる。よし、ちょうど100マイルになりました。よかった。よかった。じゃあこの後はちょっと体をきれいにしてあれですね、なんか食べて、うん、ちょっと応援して横になってみたいな。めっちゃいい宣言山役バックルいただきました。やったね。いや本当つらかったから本当嬉しいわ。辛い方がちょっと喜びは何割増しかになるかもしれない。よし、走り終えたレーサーの方々大役でしたね。2周でしたね。2周でお腹いっぱいじゃないですか。いやもう2周です。マジでもう本当に2周でやめたかった。田中さんがいるからまずそりゃ無理だし、その後もやめられない理由を作るのはやっぱ大事です。さあ健太郎さん出ます。遠目に撮っちゃおう。はい、頑張って。頑張って。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。楽しんで。どうですか。頑張って。頑張って。いらっしゃい。楽しんでください。はい、ありがとう。なんか、おまみさんの格好がトキミンゴに見えちゃうんですけど、違いますよね。ウェアが。ちょっと似てるな。確かに、そういう模様が。違いますよね。違いますよね。違うと思います。お花みたいなのが似てるだけ。まだでも、ちゃんと走ってます。すごいね。いや、すごい。100マイルで。あんなに元気なもんだろう。いや、痛いって言ってた。乾杯だ。岩谷さんも。飲みます。スキッパラに、スキッパラに超ビール。よし、じゃあお疲れさんでした。入ってっから、入ってなかった。オッケーです。やった。今何時ですか。12時10分。走り終えて半日。チーズドリアとエビグラタンと、あとはチキンです。いや、本当にファミマでだから3000ぐらい買ったからね。誰か帰ってきた。ピロシさん。ピロシさんかな。違う、誰だ。ピロシさん。ピロシさん帰ってきました。12時33分ですね。であそこから上りが30時間31時間ぐらいか。あそこ一番高いところ。素晴らしいね。続々と帰ってきます。ウルトラで終わり。4種類あるし、ケルシー、ルアーは一回もう家に帰ってシャワー浴びて寝て、あ、どれを行きましょう。私はピンクです。いくらですか。500円ぐらい。1000円ぐらい。500円。あ、500円ぐらい。おっ、これはワイプ家にしました。はい、ありがとうございます。いただきます。1番ください。よっしゃー、グアバ IPA ゲット。だいぶ賑わってきた。いただきます。うん、うまい。だから、あれサブ24目指して走ったんですよ一応。なるほど。だからもう落としちゃって、あの落としちゃってか、もう取る余裕が全然なくて、全然取れないよと思って、タイムテーブルとなんかにらめっこしながら。いや、なんかあれですよ、ジェイさんは頑張ってました。自分は頑張ってないってことですよ。いやそんなこと。おめでとうございます、感想。ありがとうございます。何回目の感想ですか、宣言は。
初めてです。初めてですか。はい、なんかもう百戦錬磨な感じです。千元山の50キロしか出てないです。あ、そうなんですね、はい、なんか特殊レースで聞きましたけど、50系もぐるぐるでしょう、はい、なんか順走逆走、順走逆走っていう気の狂いそうなやつです。な4周ですか。4周7周ですですよね。あ、そうです、いつものグルランのコース7周行かれてますよ、本当に100キロ14周。まあでもこのコースも本当にちょっとおかしいな、頭おかしいなって結構険しいところを通すし、舗装根も通すしで、労働意外と多いですしね。労働も多いですね。来ませんか、足に。いや、来ました来ました、ね、うん、まあ、自分はなんか4周目ぐらいで潰れたんで、まあ動かなくなったんで、そこから先はまあそこまででもなかったですけど、全部走り切ろうと思ったら相当大変ですよね。ジェイさんだからか。私も3周目で潰れて、4、5はまあまだ、はい、戻したんですけど、復活したんですね。でもね、なんかさっき聞いたら、はい、長径を痛めてしまったんで、また原沢先生、原沢先生、そうじゃない、メイク言ってもらったんですよ、3週目終わり、あ、あ、そう、来てたってなんか聞きましたよ、はい、そうですよね、やってもらって天国でした。お会いしたかったな。そうか、タイミング悪かったですか。タイミングが合わなかった。もう俺は帰るから、戻ってきたらそういなくなってました。あー、残念。ね、それやってもらったら、ね、違ったかもしれないですね。なんで帰っちゃいますか。次はぜひお願いしますよ。何時間ですか。31時間ぐらいですか、ちょうど。何時間でしょう。さっきですもんね。12時半ぐらいです。あ、じゃあ31時間半ぐらい、ね、ぐらいですか。いや、計算ができてない。そうですね、何回目の100マイルですか。2回目2回目、あ、2回目なんですか。はい、新越がとりあえず特別感想なんで100マイルじゃない。なるほど、なるほど、2回目なんですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でもこの人はあれだよ、レイクビア2位だよ、この間の。レイクビア5位と2位のレイクビアコンビだよ。いや、レイクビア2位でしょ。レイクビア3位、3位で、あ、3位か、3位、2位、5位だった。いや、5周目は、え、5周目、5周目のペース、あ、いや、この2人同じ。あ、そうか、そう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 、田中さん、結構早いからね。千鶴さん、どれくらいで帰ってきたの。私、30時間ぐらいかかりました。30時間ぐらい、おう。でも女性…30時間ぐらいかなと思ったけど、なんかすごい滑るし、なんか…はい、なんかダメでした。難しかったですか、コースが。千鶴さんをもってしても難しかったですか。いやいやいや、ここにいる人の中で一番超人じゃないですか。いや、きついっすよね。だって、でもスペックで見たら、新越よりちょっと低いじゃないですか。な気がしますけどね。いや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 、まあまあ感じ方は人それぞれですけど、いやきつかった本当に。ヒデクさんは、あれ、どれくらいで帰ってきた。26時間後半ぐらい。アキレス腱がなんか、あ、そうなんです、行きましたけど、3週目ぐらいから痛みなくなって。あ、痛みなくなっちゃった。1、2が痛すぎて言ってたと思う。言ってたと思うんですよ。そうそうそう、動いてるとやっぱ良くなるんですかね、逆に。うん、そうですね。でも針とか整体受けたからですよね。それまでなんかこう動けば動くほど痛くなっちゃってたんですよ。で、良くないなと思っていろいろギリギリで針とかいっぱい行ったんですよ。あれ領事で、まあでも100マイル走れるから大丈夫だと思います。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。グワグワグワ、長い登りがきつかったですね。長い登りの後にドンと落とされたのを何回か。ああ、まあまあ逆もきつい。大楠山のあのコンクリートのアスファルトの下りとかも、あそこで足をめちゃくちゃ使わされて。いや、でもそれでも初100マイルですからね。100マイルなんですね。すごい。なんかもう全然そんな本当にこのペースで完走できるのかなぐらいに思ってましたね。だからみんなみんななんか言ってたら、そういつか潰れんじゃんって。僕の中ではしっかり潰れた感じだったんですけど、下りも最後はもうこうやって降りてた。まあでも、もう、まあでもね、だから序盤が早かったから潰れてもやっぱ24時間以内で、ね、そうですね、帰って帰って最後5時間超えてもね、素晴らしい。いや、いい走りは後ろから見させて。いや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 、綺麗だから、ね、いや、本当そう。何言ってんすか。いやいやいや、すごい足してるから、この赤は。いや、分からない。そう、だから前行ってもらった瞬間に足やべえなと思って、3回ぐらいこう見て、なんか持ちそうな予感がしたの、その時に。
すごい。また走りたいですね。素晴らしい。え、大会は、大会というかレース、大会はほとんど出てなくて、今年は、どこだあれ、2レース目ですけど、前が、厚木大学がやってる、ね、ショートに出て、でそれ以来ぶりでした。あ、なるほど。将来が、来年の、いや、特に考えてないですけど、まあ、マウント富士とか走れたらエントリーしとかないと、あ、もう今日までですね、エントリーして。でもポイントないんで、あレースが、レースでね、レース出なすぎて、だから、まあ、いつか。アシタカコーチでした。え、アシタカコーチ、アシタカコーチでよかったですね。アシタカです。それこそなんか、あ、そっか、あれでも草レースはカウントされないのかな、100マイル最初のレースは。あー、あー、あー、ITRがあるから。でも、あ、そうか、確かに ITR はポイントつくんで。でも、でも今日で締め切りなんで、あ、はい、まだ終わってない。すごい、イベントとしてこう、なんていうか、あれなんですね、一つこう上のステップに。わかんない、ダメ言ってみて、なんかダメって言われちゃったらやめようって言って、今回ね。だから堂々と、そう、堂々といいよって言われたから、あ、じゃあ、で昨日、レースディレクター、レースじゃないですけど、あ、イベントです。はい、佐々木拓司です。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、いろんな人も参加して、これから本番ですよね。これから本番です。あ、で肉食べます。はい、お疲れ様でした。眠たい。眠そうだ。今2時間ぐらい車の中で寝たけど。あ、何週目からでした？4号でしたか？4号だけで。4号だけ、いや、だけって言ってもね、何キロ、65キロぐらい、65キロぐらい。ポッドキャスト聞きました、この間のアジアトレイルマスター。トレイルマスター、はい、あのアジアトレイルマスターの興味、めっちゃ興味ある。ツースターグランドマスターの松山です。はい、ユースケ、ユータ松山です。ユータ松山です。ユータ松山です。あんな、あれなんだね、無料で出れるみたいなのあるんだ ね、すごい。だから、年間チャンピオン10位以内に入れば、はい、まずは年間チャンピオンの決めるファイナルに呼ばれるように日々頑張って努力して。なんか別にそれに乗らなくてもいいんで、今度行くときにちょっと教えてくださいよ。なんかちょっと興味はある、3月、はいはい、あれ行きます。マンチェシリーウルトラって言って、ネパールのネパールで唯一の100マイル言ってたやつだ、カトマンズの周りでグッと一緒。あれ、ネパールってどこでしたっけ、どこでしたっけ。ネパール、ヒマラヤです。エベレストがあるところで。そうですよね、はい、そんなに遠くないですか、まあ、はい、片道ね、直行便も出てて、はいはい、毎週水曜日だっけな、週日なんで、ネパール航空、ネパール航空っていう。じゃあ1週間取れれば、行って帰ってできるわけですね、うん、安い。で、まあ全然中国経由とかだと思ったら安いのもあって、はい、直行便で多分5万5000円とかなんで、片道。あ、結構あ、帰り10万、そう、行って帰って30万になるんで、中国経由だと思った安くで、今ね、最安がね、6万5000円とかで今。松山さんのそのやりくり術しか実は頭に残ってない。おかえりなさい、モリモリです。これも、東南アジア全然安いし、ね、本当にそうそう。で、レベルも高いんで、ぜひ行きましょう。はい。来年。もうここで。この前ね、あれはどうだったの？グランパパンの。はい、優勝でしたね。優勝。おー、すごい。おめでとうございます。出走が19人だね。バーベキューの時間です。バーベキューっていうか、もうあれだね、できてるものをこういただく感じですけど、ありがたい、ありがたい、ご褒美ですね。めっちゃ豪華。ポメラニアンズの新さん、結構いるんですよ、ポメラニアンズ。結構います。あれ、他にいたの、小室君って LD。 ああ、そうだそうだ、小室さん勝ってましたね。あの山梨の美容師でランナーのコシヒコ君、ポメラニアンズ、うん、あとシエールの、シエール立ち上げた人も、シエール100立ち上げた人も、ポメラニアンズ、ポメラニアンズ、みんなポメラニアン買った方がいいですね。昔実家の近くに住んでた友達ん家に入るとポメラニアンズがすごい勢いでワン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 ってこう玄関に、若干バカっぽいですよね。いや、そう、あれ、いや、ちょっとポメラニアン見るとちょっと引いちゃうんですよ、やっぱすごい勢いであいつ来るだろうと。あれ、なんか大きい犬みたいに落ち着いてないからね。あの、でも元気さが、でも、うん、ね。
今回はどうでした、新さんは。どうしてポメラリアンだったんですか。聞いちゃった。そっちで取られるんですよ。ポメラニアは妻がもう、あ、そうですね。なんかペットショップでこの子を助けなきゃいけないみたいな母性本能が、意外となんか刺さっちゃったんですよ。そう、なんかもうペットショップ嫌だけど、この子を連れて帰んなければこの子はどうなってしまうのみたいな、誰かに飼われるっていう発想にはなんなかったですね。あれだってずっと残っちゃうんですよね。ねえ、僕反対してて犬飼うの大変だし。なるほど。今可愛いんで散歩毎日。絶対奥さんより溺愛してますよね。どこなんですか。なんか新さん一晩でヒゲ伸びません。なんかすごい伸びたかめっちゃ伸びたか。HK40UC に出る新さんです。香港でのこうクルーっていうんですか、サポートクルーとドライバーを探してます。ドライバーを探しています。現地の人、現地の人じゃなくてもいいんですか。でもいいんですけど、現地の人じゃないと厳しいですよね、きっとね。まあ、でも俺頼まれても困るもんな。ですよね。急にレンタカー借りて運転すればいいんですか。ただやっぱドライの車の問題が結構、多分サポートだったらこっちから一緒に行ってくれる人がいるんですよ。マルコ、ドライバーね。あー、マルコ、マルコ確かに。あれ香港人じゃない。そうですね、確かに。聞いてみたいよ。マルコに聞きました。僕マルコさん直接の面識なくて。ああ、じゃあ聞いてあげましょうか。アキラさんに繋いでいただいたら、これで決まる可能性出てきましたね。あの中村さんってもともと香港に行ってたし。誰だ。あマヒコさん、うん、なんかいた人とかよさそうですね。まだその人友達は残っているとか。うん、今なんか日本人の香港在住のランニングチームとつながって相談してるんですけど、やっぱりなんか車がないとか、あと旧正月、まあ、大事な時期ですよね。そうなんですよね。あと旧正月どんかスタート時間が決まってないんですよ、まだ。あ、前日に発表で。そうするとどの時間に来てほしいとかお願いしたいっていうのが、現状今まるっと旧正月くださいみたいなことになってるから、まともな人だったら普通 OK しないですよね。そうそうそう、だからあの知ってれば知ってるほどごめんできないみたいな誠実な回答をいただいてるところ。あれですか、マルコと小関さんに追いかけてもらって、新さんのドキュメンタリー、ドキュメンタリー作れますよね、マジでね、本当に。プレッシャーで、プレッシャーに負けてもう走れなくて。だってまだ日本人で完走したのって、トモさんと土井さんと福井さんだけですか、3人だけですよね。あと去年、72時間のサバイバーはいらっしゃる。あ、いるんだ。あ、そうですか、なるほど。まあ、ドキュメンタリー楽しみにしてますんで。長尾さん来てくれよ。いやいや、自分で撮ってくださいじゃん。ナイスさん、一緒に。お疲れ。これもこっちゃ、これもこっこれね、あの撮影用バッグ。撮影。まずもうゴールテープ。ゴールテープ。すぐ止める。ゴールテープ。撮れたから十分ですか。撮れたから結構撮れたと思う。すごい早いですね。すごいな、みんな33時間台ケンタロスさんね。そうじゃない、30。でもやっぱり結構汗かいてますね、みんなね。暑いよ。すごい帰ってきましたね。帰ってきた。ありがとうございます、本当に。すごいわ。
ナイスランです、マジで初。いやいや、さすがっす。いやー、疲れた。あの、出る前に、まあ、この残り30がこう100マイルみたいな話してたじゃないですか、はいはい、マジでそう思いました。いや、もうそこが醍醐味ですよね。本当に超きつかった、まあ、楽しかったです。いや、でもだってずっと顔イギイギしてましたもん。いや、でも5周目はもうマミーしか見せてないですけど、マジ顔死んでた。だからあれですよね、だから5周目はおまみさんだった。そうそうそう。おまみさんも言ってたもんね、5周目は私しかできないって言ってたもん。言ってた、超顔死んでた。ナイスペーサー。足痛いけど、なんだか何だ。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。800マイル。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ずっとそこで待っててね。素晴らしいですね。いやいや。頑張ったな。いや、でもいや、めっちゃ頑張った。おめでとう。ああ、お疲れ様でした。ちょっとポロポロで持ってくるのかと。もっとなんか、全然受けてほしかったけど。もうなんか、ポロポロで受けてほしかったけど。泣きながら、2人で泣きながら帰ってきました。もうギリギリでこんなことない。やばかった、本当に。マジでもうこんな感じになった。いや、本当本当、いや、本当そう、このコースもさ、ちかさんに頼もうかなぐらい思ってたの、なんかナビしてって、ね、でももうきっと最初。いや、でも、ね、全然違う。いや、2週2週でも覚えてない。あんま覚えてない。暗いかって、暗いかって、それしょうがない。なんなら次出てもらって。いやー、ね、5週は結構きついよ。そうそうそう、多分来年サブ24ぐらいで走る。いや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 。いやー、多分、いや、2週ぐらいが、2週でちょうどいい。でもいける、2週でさ、こんな美味しいもん食べれてさ、ビール飲めてさ、飲んだ飲んだ、美味しかった。本当にいいイベントだなって思いました。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。いやいや、すごいですよ、本当に。なんか、関山女子がですね、大江さんと速攻も、あの、もう最初に写真を撮ってたって。恥ずかしい。潰れちゃったし、ちょっとお恥ずかしいですけど。で、ありがとうございます。潰れちゃったんですか？潰れました。脱水で潰れました。4周目から潰れました。この2人と走り始めてた。潰れてるから。潰れてそう、そうよ、そうよ。そこがね。いやいや、まあね。あの、頑張りました。疲れた。辛い100マイルでも楽しみました。よかったよかった。やぶねやぶ。綺麗だから走りが。後ろですごい走りやすい。その足跡。そう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 。なんかこう、無理やりなんかテクニックとかでガーっていくとかじゃなく、こう負担のない着実に綺麗に行くからすごいいい。今これ褒められてますか、もしかして。褒められてました。じゃあね、まいちゃん、またまた。じゃあ、まいさん、本当ありがとうございました。お疲れお疲れ。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。じゃあね、まいちゃん、またね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、いや本当ありがとうございました。いやいや本当はもう。マトルさん、すみません。また聞きに来てください。またまたよろしく。フィギュアです。先週なんか FTR にエントリーしたんですよ。急に行けなくなっちゃって、じゃあこっちで走ろうって。お疲れ様でした。飛んだ方がいいかな。大丈夫。撮りながら走ったの今日。今日も一応撮りながら走りましたけど。まあ、潰れてからちょっとあんまりそうですね。辛いですよね。辛いですね。まいちゃんと。まいさんと岩田さんにお願いしました。3、4、5、4、5。3週目は田中さんに。ああ、そうか。田中さんに会えなかった。会えなかったですね。そうそうそう。まあ、田中ちゃんのライブ。その音源を使うと著作権に引っかかります。何秒とかあるんじゃない？多分ワンフレーズですね。ワンフレーズ5秒ぐらいだったんで大丈夫。野間さん、帰ってきました。34時間20分ぐらいですね。金さん、帰ってきた。
駆けつけて2杯お疲れ様です。おーラスお疲れです。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったよ。いやいや、そうですよね。4週目でちょっと自分は潰れてちょっと大変な思いをしたんですけど。あ、本当に新さんと比べたらね。俺の潰れっぷりがひどいから。いやいやいや、よくよくよくぞ、まあってもうね、てかね、まあもうあれもちょっとネタになりつつあるから、1週目になんかああいう早い人についてくってるからもうね、もうでもお約束で楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうあの乗せていただけるうちはあの長尾トレインに乗車、ね、いやいやいや乗せ、別にほら乗って下車するのは自由だからさ。そうだよ、乗せていただけるうちは。乗ってたのこっちなんで聞いたよ。あれあれ、あ、今日はね、そうそう、道案内した。道案内、まあ、そうね、最初から言ってたから。そうそうそう、言ってたから。ここ俺地元だから。そう、今日長尾くん案内しないといけない、ね、俺の島だから。そう、そう、本当にありがたかったです、本当に。どうでした？いや、千里山えぐいですね、本当に。意外にパンチ効いてるでしょ。でもパンチ効いてますね。なんかやっぱ低山でこう登って、これがきついよね。久しぶりに思い出しました、この辛さを。辛さを、はい、だいぶ前に一回さ、ヒデさんと、はいはいはい、これ今度、あ、そうそう、ゆかさんとね、案内してもらってきたことあるんですか。何年も前。あ、ほんと、あのソフトクリーム食べて ね、そうそうそう、あー、石油ボギーじゃん。そう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 、もうあっち寄る余裕なんてなかったね。一回だけね、3週目に田中さん別だったんですけど、うん、あのロストして、うん、牧場のとこまで行きました。行ってた。岩垂さんと舞ちゃんが行った後に、あのジェラルさん一人残ってたから、ジェラルさんどうでしたとかって言ったら、うん、2回もロストしてさすがに田中さんもちょっとね、うん、申し訳ないなって思った、ね、あれか、田山霊園のとこ左に行っちゃったってことだよね。関口牧場のとこ、なんかね、別にしょっちゅう走ってるわけじゃないからね。あの3周目逆走だったしね。そうか、逆走で、あの標高高低差図を見てたらなんか行っちゃったみたいな、ね、そう、自分もナビ切ってたんで、そうそう、気づかずに、まあ、それをもうはるかにもうこう何ですか、もう関係ないレベルの潰れ方してるけど、え、それは何、田中さんに鬼引きされて潰れちゃったとか、そういうことじゃなくて。いやいやいや、3周目はいい感じに入ってきたんですけど、うん、行くぞって思って4周目入ったら、なんか急に最初の上り上がったぐらいで1時間ぐらいでなんか熱中症みたいになっちゃって脱水になっちゃって。汗はどうだった？いやいや、今日なんかめちゃくちゃ完全汗だと思う。俺今回なんかおかしくなったの。湿度です、湿度。湿度、湿度です、湿度。確かに高かったもん、ね、なんかもう本当おかしかった。もうガオガオからさ、よく脱水って聞くよね、そのワード。うん、でも本当にもうやばくて、三半規管がもうおかしくなっちゃって、耳がもう聞こえなくなって、右が、あ、そうなるの。でもう頭痛もひどくて、そうなります。あ、なるんだ。なるほど、そうそうそう。今も大丈夫？あ、もう治りました。うんうんうん、そうそうそう。あれはやっぱあれでしょ、水飲んでもしょうがないでしょ。え、あのナトリウムなり。だから結局それ取っても、うん、あの深部体温もなんかめっちゃ高かったんですよ、ずっと。あ、中か。だから本当はあのアイスバンダナとか、あとは氷を取ったりとか。そんなに冷やさないとダメ。体冷やさないといけないですけど、結局湿度高いと汗が蒸発しないじゃないですか。はいはいはい。冷えないんで、だから本当はそういう対策しないとダメだくらい暑かった。難しいね。とはいえさ、オンライン出てさ、風吹くと結構寒いんだよ。涼しいんだよ。そう思うんですけど。そうで、汗冷えしてさ、結局多分内側まで冷えてないんですよ。なるほどね。と思いました。難しいね。やられました。やられたよ、俺も。いやもうね、ガオガオだった私もね、23時間切ってゴールするんじゃないかと思ってたの。いや、そうだよね。ね、うん、もう3週目までは調子よかったんで、ね、あと5時間5時間で行けば23時間台だなとは思ったんですけど、ね、そうだよね。そっから急によかった。面白いね。だからやっぱこうやって急に来るんだね。来ましたよ。新さんの最初の登りが早かったのかなと思ったんですけど、すいません、うちの新が。いやでも早かったんですよ。いや案内ミスじゃん。いや違う、俺もちょっとさ、あの張り切りすぎちゃってさ、張り切っちゃってさ、長尾君もちょっと案内しなきゃいけないと。そう、新があった。引っ張ってたんですか。そうそうそう、引っ張って最初長トレインじゃないの、新トレインだ。新トレインにご乗車いただいて。ご乗車いただいて。ご乗車。俺はあの間違いのご乗車。なるほど。俺はね、ご乗車。間違いの方のご乗車。これはすごいですね。でもやっぱりあの1周目のおかげで道を覚えましたし、あれなかったら多分1人で行っててもどうしても無限に走行してました。いや、あれは分かんないやっぱね、最初難しいですね、やっぱ思想はしとかないと。暗いし最初、うん、そう、そんな案内がないから ね、そう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 、うん、いや、よかったよかった。いや、面白かった。楽しかった。おかげさまで。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。完走しないとやっぱり ね、そうそう、そう思って今回は。
もうゴールデンアワーって言ってもいいか、今35時間45分ですね。あと1時間15分。お疲れ様でした。お疲れ様。あー、なんだろう。どうした？狙わなかったの？え、いやいやいや、途中で潰れました、普通に走ってて。あ、そうなの？はい、なんかもう脱水になっちゃって。あ、本当。なんか湿度がやっぱすごかった気がして、なんかもう1周目からなんか深部体温、内側がもう体温が下がんなくなっちゃって、4周目に入ってちょっと行ったところで急に動かなくなって、もう足は全然残ってるんですけど、もう全然力が出なくなっちゃって、しなかったの？いやいや、25時間半ぐらいで帰ってきました。一応早いけどね。そっかそっか。いやいやいや、もうね、予定よりはだいぶ遅れちゃいましたけど、まあでも最後まで行きましたね。そうなんだ。お疲れ様。野間さんも本当なんかもうね、タフな走りだよ。夜間帯もいやコース厳しいですよね、やっぱね。何回目ですか今回？初めてなんですね、やっぱり。思想も1回したけど全然覚えてなくて、2周目でもまだ途中で止まってた。後ろから来る人どっちですか？どっちですか？いいっすね、染まってますね。すげえ。タメさん、真ん中真ん中。で、私ごめん、目つぶっちゃった今。横断幕みたいなのあるんですか、宣言山。あるよ。タメさん、僕らが宣言山だから。テーマ上げちゃってくださいよ。諦めるの早い。早かった。二度取ろうしろ。ありがとうございました。はい、ということで宣言山100マイル、11月の16日17日ですねに、ここ逗子葉山で、行われました。堪能させていただきました。終わりがけの雰囲気は、まあ、こんな感じです。今まで走らせてもらった、100マイル系のイベントの中で多分一番、まあ、楽しかったし、まあ、いろんな人にお会いできてよかったなと思います。これから片付けとかね、来週打ち上げもあるみたいなので、ちょっと出るかまだ、子供が小さいんでわからないんですけど、まあ、楽しみにしたいと思います。お疲れ様でした。